どうも皆さんこんにちは、ハッスマンです。今日なんですけど、前腕界の神様平川選手ですね。熊本ラーメン肥後門系列店吉祥寺の通りの方で働いている平川選手と、この後ね、吉祥寺の方で飲む予定であります。で、この間僕と平川選手が通りで一緒に働いていたらですね、とんでもないガタイの交通費が入ってきまして、その方はなんと昔平川選手とセキュリティの仕事をされていた方らしくてですね、名前は石倉さんという方なんですが、その方はセキュリティの仕事だったり、海外に偉い人の護衛に行ってたりとか、そんな経歴の持ち主の方なんですが、その石倉さんがですね、今日感じで自分と平川さんを誘って、これから題して怪物飲み会ということですね。僕は怪物じゃないんですけど、そこにお邪魔すると言ったらですね、今日は貴重な手が取れそうなので、ハッスマンのこのチャンネルも回していきたいと思います。で、そこでですね、ちょっとひらめいたことがありまして、平川選手と実はアームスピリッツ中野という中野で開かれているアームレスリングチームがあるんですけど、そこはこの間のグランドマスターズで世界2位になった新井選手だったり、軽量級全日本チャンプの浅見選手とか、あとは全日本100キロ級チャンプの森井選手とか輩出しているチームなんですが、ここの代表の車選手という方がいるんですが、もともとその方と平川選手が立ち上げたチームがアームスピリッツ中野なんです。で、そこでいろいろコロナとかあったりとかで、もちろん世間の皆さんもそうですけど、いろんな人の生活が変化したりとか狂ったりしたと思うん でそこで平川選手がちょっとアームレスリングからしばらく身を引くという形になって、アームスピリッツ中野に行かなくなってからも何年も経っているという状況なんですよ。で、そんな中で、アームスピリッツ中野に行かなくなったと同時に、多分代表の車選手とも平川選手は全く会っていない、連絡を取っていないという状態なんですね。で、そこで今日はですね、僕の計らいで平川選手には内緒でサプライズとして、何年ぶりに会うのかわからないんですけど、車選手を呼ぼうと思いまして、もともと2人は親友でして、そこでアームスピリッツ中野というチームを築いたんですけど、いつの間にかはこう疎遠になったという感じだったので、今日は呼びました。この辺のサプライズの動画なんかもお届けできたらなと思います。平川選手以外、車選手と、石倉さんは知ってます。では早速行きましょうか。レッツゴー。はい、では吉祥寺に着きました。ちょっと緊張しますね。皆さん怪物ではあるんですが、進化し続ける50代ですから、50歳以上ということで、大御所の方々と今日は飲むんで緊張します。とりあえず石倉さんと、例のすごい体の石倉さんとこれから交流します。では話出てますけど、石倉さんに合流しました。とてつもないめちゃめちゃ交通ですね。今体重どれぐらいなんですか？マジですか？それもなんかもう希望じゃなくて救急ですもんね。今日はもうほぼ初対面みたいな感じで、ちょっとまだ2回目なんですけど、そうです、今日はよろしくお願いします。あとは平川選手と内緒なんですけど、冒頭でちょっと車さんを待ちたいと思います。平川選手が合流しました。やばいっすね。ちょっと今日はなんかもう僕のぞいて怪物飲み会っていう体でお送りします。これよくしたのがこんな狭い席で、ちょっとさっき話が髪を出て、大丈夫ですか？血圧じゃないです、季節の変わり目で。普通だったらどうかな。ちゃんと石倉さんの出会いってなジムでありました。ジムでしたね。平川さんと石倉さんと車さんでなんかアーム回してたから、ね、変な台風ですよね。真四角なでっかいの3人だとなかなか普通の一般の人は入ってこないですよね。いや、新規来ないですよ。土台だけはもう下に来ないよね。悪かったですよね。しっかりしてましたよ。すごいですね。ちょっとエビットできるよ。はい、エビットもしない。すいません。はい、お疲れ様です。頑張ります。ありがとうございます。すいません、片手で失礼します。もう飲みっぷりも素晴らしいですね。高橋選手と飲むのが久しぶりです。生ビール瞬殺ですね。ハッスマンチャンネルではまたとんでもない人が出てきたみたいになってます。私のチャンネルでも北海道から沖縄までいろいろ飲み歩いてる人がいっぱいいますね。よかったね。あ、そうですね、それも URL 載せたいですね。あ、よろしくお願いします。
ですね。すいません、お待たせしました。すいません、ちょっとサプライズで呼んでたんですよ。